こんにちは、サニーサイドチャンネルのあいちゃんです。あいちゃんです。はい。パパです。あいちゃん張り切ってる、ね、今日はこっちゃんの選ぶミスドベスト5当てるまで帰れまてん。イエーイ。今日はママがこっちゃんが学校の間にミスド10種類買ってきました。おお、はい、ポンデリングからどんどん紹介していくね。はい、前からいくよ、うん、はい、これはポンデリング。ポンデリング。次ゴールデンチョコレート。ゴールデンチョコレート初めて見たかも。次オールドファッションハニー。オールドファッションのハニーね。はい、で次後ろいきます。はい、ダブルチョコレート。めっちゃチョコ。めっちゃチョコです。次、ポンデリングストロベリー。はい、ストロベリーね。次、ハニーディップ。ハニーディップ。エンゼルクリーム。エンゼルクリームね。ココナッツ。ココナッツなんだ。なんだ。次、エンゼルフレンチ。エンゼルフレンチね。最後、初めてなんか名前見たんだけど、うん、ホットセイボリーパイ。バーベキューフランクル。え？バーベキューフランクフルト。長い長い。らしいよ。これはフランクパイでいきましょう。はい。この中に5個こっちゃんが好きなの、1位から5位までが入ってます。はい。でもしパパはこれを1つでも外してしまったら、おサニーサイドチャンネル家のパパ失格です。厳しいだろ。なので今日からベランダで寝てもらいます。なんで厳しすぎだろ。ベスト5間違えただけでベランダかよ俺。最近あったかくなってきたね。ふざけんな。いつも半袖なのできっと大丈夫。はい、僕は半袖ですよ。やっていきましょう。はい。ちなみにパパはどれが一番好き？パパはまあみんな知ってるね。せーの、ポンデリング。お？あ、ポンデリング。本当？ポンデリング。本当？なんかちょっと違うことになった今。なんて言った？ポンデリング言ったよ。言った？ちょっと言った。本当？ママはこれ好き。へー。うん、そうね。これ。うん。パパもこれは好き。食べたことあるの？これめっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいよこれ。温めると美味しい、うん、よし、それでは早速、はい、いきましょうか。サニーサイドチャンネル。まずパパどれからいきますか？はい、ベスト5だよね。はい、まず1個目は、はい、多分こっちゃんもポンデリング。ランキングに入ってるんじゃないかと。入ってます、これは。はい、じゃあカットします。王道。はい、じゃあ3人分切りました。はい、いただきます。じゃあいただきます。はい、あっちゃんもどうぞ。いらない？でも言っといて、あっちゃんの。あ、食べた。うまっ。ポンデリングでも嫌いな人はいないよね。うん、いらないの？いらないから。最近反抗期で嫌いから。いらんから。よし、ポンデリングうまいって言ってますよ。これはもう絶対入ってます。パパが選んだポンデリングは、はい、第、はい、1位でーす。よし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 。あんた食べる？どうぞどうぞ。はい、じゃあ次。はい、ああ、次どれですか？そうだな、こっちゃんさ、普段おー、ねえ、あっちゃん、あっちゃん相談いいですか？あっちゃん、ねえねがね選んだ一番好きなドーナツ、あ、二番目に好きなドーナツ、どれだと思う？それあなたでしょ。アンジが食べたいだけだ。でもパパは外すわけにいかんから、それは選べん。アンジの1位これね。うん、あっちゃんこれ。ねえね、どれ好きと思う？ねえ、なんで？ほんと？あー、確かに確かに。俺もね、ちょっと迷ってた。うん、これ、うん、これ、うん、これで迷ってるよ。へー。え、じゃあ、もうあと4つじゃん。うん。これ3つ入れちゃうってことね。いや、それはわかんない。わかんない。うん。わかんない。あ、2を狙ってんの。まあ、2狙いだね。はい、じゃあ2狙いで。2はどれだ？じゃあ行きます。ポンデリング、ストロベリー。それではカットしまーす。はい、お願いしまーす。どうぞ。じゃあ、実食。私、これ食べたいんだ。甘い。うまい。グーグーして、これをパパは2位狙いで選びました。まあ2位狙い。ポンデリングストロベリーは第5位でーす。うー、危ねー、危ねー。それがよかった。あ、それがよかった。あっちゃんめっちゃ食べたい。食べたいね。切ってあげよう。ちょっと食べようか。すいません。
あっちゃんのためにちょっと先にこれをカットします。はい、あっちゃんどうぞ。実食。おー、大きいお口どう？うまい。早い。何入ってる？ウインナー。ウインナー、ウインナー、すごい。いい、あっちゃん入っといてよ。はい、ポンデリングはギリギリ5位でした。1位と5位か。うわー、結構わかんねえ。わかんねえ。今ポンデリング2つ。うまい。もうこっちゃんも思うけどさ、パパこの2つ以外こっちゃんの好きなのあんま知らんかもしれない。確かに、そんなさ、ミスドイってさ、3個4個食べることないもんね。そう、1個なんだよ基本。うん、1個か2個ぐらい。そう、食べても朝ごはん用にとかで2個買う時もあるけど、うん、ほぼ1個だもん、ね、1個だよね。うまいわ。うまいわ。よし、あと2、3、4ね。はい、多分蜂蜜系が絶対あると思うんだよ。だけなのに、多分蜂蜜系入ってくると思うんだよ。こっち蜂蜜好きだからね。そうだから蜂蜜系のこれオールドファッションハニーだよね。で、ハニーディップ、うん、じゃあちょっと俺の好みも含めてこっち、ハニーディップで。はい、じゃあカットします。はい、ハニーディップです。ハニーディップ、これは入ってるでしょう。サニーサイドチャンネル。うちって多分結構変わってて、こういうなんだっけ、ゴールデンチョコレート、チョコレートとかダブルチョコレート、ココナッツ、フレンチフルーラーって感じだな。的なだってさ、買ったことないよね。あんまりないね。もらったら食べるけどさ、うん、うちってなんかほんとポンデリングとかしか買わないんだよ、ね、みんな。こっちたまにこういうの買うよ。こっちはね、ちっちゃいやつ好きだよ、ね。あー、そう、あれ好き。あれをね、結構買う、ね、うん。はい。はい。え？あれ？ハニーディップまだ食べただけだよね。うん。ハニーディップは何位でしょうか？パパが選んだハニーディップは、第2位でーす。おー、来た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 、あと2つ。じゃあ整理しますか。はい、今が、これが第1位、第2位、第3位、4位、5位ってことね。そうそうそう。あと2つ。2つね。で、残るドーナツは7個。うわ、結構あるな。いやー。うわー。どれにする？いやー、わからんぞ。え、でも、多分、これはない。消去法でいこうかな。うん、なるほど。これはないだよ、多分。はい。で、こっちゃん、チョコ好きじゃないんですよ、あんまり。確かに。確かに。だから、これ、これ、これ、ないと思うのよ。これもないと思う。チョコかかってるし。あー。こっちゃん、なんか、リアクション。あー、来たか？これ、これ、これがないと。これ、これ、これ。あ、チョコ。いや、これはもしかしたらわからん。これはあるかも。これもないな。へー。こういう派手なの好きじゃない、こっちは。派手って。こういうのギャルって感じだ。確かに。ちょ、ギャルじゃん。確かに。ギャルだね。いや、これだ。いいね。オールドファッションハニー。はい、カットしまーす。はい。はい、どうぞ。はーい。オールドファッションハニー。できたな。いや、食べて。どうでしょう。めっちゃうまい。めっちゃうまい。反応的にも大丈夫そう。パパが選んだオールドファッションハニー。これ。パパが選んだオールドファッションハニーは第4位です。おー、よし、来たぞ。来た、4位です。来た来た来た。あと1個、3位だ。え、すごいじゃん。あと残りね。うん。この、6個。で、第3位ね。でもさ、それで言うとさ、このポンデリングのイチゴと、このオールドファッションハニーより上ってことでしょ？うん。え、多分これとこれはないだよ。うん、ダブルチョコレート。そう、4つ。で、これもない。いや、これね、小さい丸でもあるんだよ、これ。あったね。うん。この2つどっちかかな。いや、違うか。めっちゃ迷ってる。いやいや、当てれるんじゃねえの、パーフェクトだよ、これ。しかもできなかったら外じゃねえとか。本当？寝袋をあげるよ。決めた。はい。直感。はい。これだ。はい。ココナッツ。なんだっけ？ココナッツ。ココナッツ。はい。これです。これカットしまーす。いいの？いいよ。
け。多分合ってる。でも俺個人的には多分初めて食べる。これはちっちゃある食べたことあるよね。あるよ。そう、あると思うんだよ。ちっちゃいやつで食べたこと。そうだよね。そう、俺ね思ったんだよ。小さいやつにこれとこれあるんだよ、うん、これもあるんだよ。食べてみて。よし、結構美味しいよ。実食。結構美味しいよ。当たった？もしかして。どう？うん、美味しい。美味しい。ココナッツなんですよね。うん、うまい。ココナッツは分かんないけど、チョコって感じ。うん、うん。それではラスト。当たったんだ。パパは当てることができるのでしょうか。パパが選んだココナッツは第何位？10位には入ってません。うわー、入ってないかー。はい、アウト。外したー。3位はね、何度言わない。じゃあ3位を狙ってください。じゃあもう分かりました、これです、はい、これこれは何でしたっけ。エンゼルフレンチ。そうです、はい、エンゼルフレンチ。カットします。はいはい、カットしました。はい、エンゼルフレンチです。エンゼルフレンチ。チョコのとこにしたよ。アンジュも、アンジュもね、はい。ちょっと待って、これ外したかもしれない。ちょっと待って、これ外したかもしれない。なんで苦手？多分違うな。違うかも。パパが選んだエンゼルフレンチは、はい、10位に入ってません。うん、入ってなさそうだったもん、食べた時。うん、この味は心好きじゃないなと、うん、チョコだもんね。チョコ、やっぱチョコじゃなかったか。俺だ。はいはい、これでもうラストにします。はい、こちらはエンゼルクリーム。エンゼルクリーム、多分これです。うん、うまい。パパが選んだこれだ、エンゼルクリームは、よし、第、はい、入ってません。え、残念。もしかして全部食べたい？お腹いっぱいだって。え、分かんなくなってきたか。全く分かんないわ。でパパの言うさ、うん、チョコを抜かすとしたら、うん、もうこれかなっちゃうもんね。これだったもんね、うん、え、これってこと。いや、うまいんだよ。うまいことはめちゃくちゃ知ってるんだよ。これじゃないの。違う。分かんねえな。まあ、やめてください、次こそ。じゃあもう好きかどうかっていうよりかは、心が食べてるのを見たことがあるのはこれ、うん、これしか見たことない、逆にこの中では。あ、そうね。はい、じゃあカットしましょうか。まあ多分このダブルダブルダブルチョコみたいな、ダブルチョコです。あ、ダブルチョコね。はないと思うんだよな。あっちゃんが切ってくれました。ちょっと見せてあげて。あっちゃん、こっち見せてあげて。あっちゃんがこの子供包丁でカットしました。ありがとう、あっちゃん。じゃあ食べてみる。うん、アンジュ食べてきて、パパも食べてきて。じゃあ食べてみます。実食。はい、やっちゃう。うまい、これ。へえ。なんなのそれ、ナッツ？なんだろ、これ甘いよね、でも。うん、めっちゃ甘いよ。あ、じゃあこの上が好き。なんだろ、これ。一番嫌いだ、それ。何か分かんない。2人でさ、チメチメ。パパが選んだゴールデンチョコレートは、はい、第、はい、3位でーす。でもやっとだね。うわ、全然当たんなかったわ。ラストね、きつかったね。4連チャンからの、うん、3連敗。これか。こっちゃんこれさ、あのちっちゃいやつでめちゃいつも食べてるじゃん。ああ、イメージはあったんだけど、チョコが嫌いっていうイメージの方が強くて。多分チョコレートがあんま好きじゃないんだよ。チョコ味はそんなに嫌いじゃないんじゃない。なこれが好きなの、このつぶつぶみたいな。そうなんだ。なるほどね。うわ、悔しい。でも今日パパ寝る時ベランダだね。ちょっと当ててほしかったよね。いや、俺も絶対当てないと思ったんだけどね。でも4つ当てたよね。そうなんだよ。でも1個外れたからもうダメなんだ。厳しい。当たり前だろ。めっちゃ厳しいね。いろんなね、ドーナツ食べれて楽しかったんだよね。楽しかった。最高のおやつタイムだった。はい。じゃあまた違う種類でやりましょう。はい、バイバイ、また見てね。あっちゃんもいる？よし、全部食べてね、パパ。食べてみよう。じゃあ。
登録よろしくね。